ジョシュア、ジョシュア、起きろ。兄さんなのか。ここはどこなんだ。ここは人のかも。何じゃ、罪深き人を有する次元の狭間。アルテマ！ミュトスよ、そしてフェニックスよ。ここに何じゃ火の粉が揃うのもまた定め。何じゃはその身に刻まねばならぬ人の犯した罪の深さを。閉じ込められたようだね。だったら奴を倒して脱出するだけだ。決着をつけてやる。
無垢なる大地、バリス・ゼラオ。しかし黒の脅威はとどまることを知らぬ。いつの日かこの地にも押し寄せよう。故に我はここに至り決意した。まことあるべき世界の構築、黒など生じぬ新たな断りに基づく創生だ。バルナバスはその言葉に踊らされた。まことあるべき世界という幻想に人の自我それを持たなければ、その世界に渡りさえすれば人は救われると。全てはアルテマの思惑だったとも知らないで。まだ道が続いている。行こう。
こそ遠い過去に捨て去った我が肉体。我が器として求める汝の姿よ。人の罪によりバリスゼアに生じた黒の脅威。このままではこの力エーテルが失われる。その焦燥に駆られた時汝が生まれた。我は汝をまるで人が赤子を慈しみ育むように召喚獣を食わせ成長を見守ってきたのだ。今こそ己が役割へと帰るがよい。そしてミュトスよ、黒の生じぬ世界の創生を。黒の一体、貴様だって生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人となぜだ。シクレに何を求めるというのか。汝の言は理解に苦しむ。汝が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もあるまい。創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人などまことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。何？我は世界の断り。その力を制するのはたやすい。兄さん、俺たちならやれる。ああ、そうさ。自我を持つゆえにあだなすか。心得る。まことの主を覆すことなどありはせぬ。汚れていてもここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために。もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。罪深き人よ、廃棄せよ。
Ha!
やはり何時こそ幾清掃を待ちわびた器よ。だが、主にあだなした。この大逆の罪は捨ておけぬ。今ここで、何時の、その声太った自我を滅する。なあクライブ、シドを名乗るお前は誰かを救えたのか。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて、誰か私を愛して。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああそうだな。クライブ！これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。
クライブ。これでもう迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。ミュートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョジョ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、ロゴスに偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力をよみがえらせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。
すべてのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。長きにわたる計画も、間もなく終局を迎えようとしている。お前もまた、その眠りから覚める時だ。さあ、アマかけるオリジン。ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか？クライブ！ジョシュア！ジル！みんな無事か？平気よ。何があったの？詳しくは後だ。見ろ！エンタープライズを出せ！引くぞ。目的は果たした。世の役目だ。頼む。Yeah.